ペルシア人、ペルシア人、ペルシア人は中東のイランを中心に住み、ペルシア語を話す人々。イラン系民族の一。ペルシア人の民族名称が指し示す範囲は、時代、地域、文脈などによって様々に伸縮する。もっとも講義には、歴史的なイラン地域及び中央アジア方面に住み、主にペルシア語を語る人々のことを漠然と指す。競技には、 イランイスラーム共和国籍を有する人、イラン人のうち、もっぱら定住生活をとり、ペルシア語を主に語る集団を指す、民族名称ファールシー、公実の訳語である。なお、ペルシア人を意味する多少を持つ人々として、アフガニスタンのファールスイーワーンやインドのゾロアスター教徒である、パルスイーが存在しているが、欧米の諸言語や日本語では彼らを、ペルシア人とは呼ばない。 抗議のペルシア人は地理的、文化的な概念としてのペルシアと結びつけられた民族名称であるということができる。しかしながら抗議のペルシア人の前提である地域としてのペルシア概念は、その概念が用いられる時代において、あるいは西欧語やロシア語、インド方面書言語、チュルク語、ペルシア語などの言語によって、その意味するところが大いに異なることに、 注意しなければならない。これについては、本校では承述されないので、より全体的な視野を得るためにはペルシアを参照されたい。この講義の用法は、日本ではペルシア概念と結びつけられて浸透しており、広く見られる。したがって、ペルシア人は、主に歴史的文脈において多く用いられるが、当のペルシア人の居住する地域である中東や中央、 アジア地域を主たる研究対象とする歴史学の研究においては、ペルシアに付随するオリエンタリズム的イメージが嫌われ、抗議の意味でのペルシア人はあまり用いられない。これに代わり、歴史研究では、当時の人々の事象、多少を直接用いることが多い、詳しくは口実。もっとも、競議のペルシア人は、現代のイランにおける民族集団ファールシーの訳語であり、 またその直接の先祖であるとみなし得る、現在のイランの領域で活動したペルシア語話者の定住民たちをして用いられる。ファールシーはペルシア語で、ファールスの人を意味するが、ファールスは古代イランにおけるパールスのことであり、ペルシアの語源となった地名である。したがって、現代ペルシア語のファールシーと日本語を含む外国語のペルシア人は語源から見て、 ほぼ同一の語である。イランにおけるファールシーすなわちペルシア人は1935年に同国が国名をイランと呼ぶことを正式に決定し、その国民はイラン人と呼ばれるようになったとき、これ以降、ペルシア語を語る国内の最大多数派の集団を呼ぶ民族名称として定着した用語である。定義次第で幅があるが現在のイランの人口のうち、 約50%から70%がペルシア人である。そもそも民族識別自体が言語を元にしているので、方言的な言語をどの程度までペルシア語とするによって幅は異なる。現代イランにおけるペルシア人の民族的特徴を最大公約数的にまとめれば、現代ペルシア語を母語とし、都市及び農村で定住生活を送り、 大多数がシーア派のュニイマーム派を信仰しているという点である。ペルシア人の元となった地名、ペルシアは、ハカーマニシュアサ、アカイメネスチョーシアサーサーンアサの発祥の地となった現在のイラン、ファールス州周辺地域、ファールス地方のコショ称パールサに由来する。日本語に入ったペルシアは、これがギリシア語からさらにラテン訳されて、 西ヨーロッパの諸言語を経由して伝わったものである。サーサーン朝時代には、漢文資料でも、ペルシャという語が使われていたように、この王朝の支配領域を指す多少として用いられていたのであり、この時代のギリシャ、ローマの人々にとっては、ペルシア人は、ペルシアの国の人々を漠然と指した。中世の東ローマ帝国で、ギリシャ語で、ペルシア人という語を用いるときは、 しばしば小アジアアナトリアから東方に住む民族を指して用いられた。このため、セルジューク朝、ルームセルジューク朝やオスマン朝のトルコ系民族もペルシア人に含まれ、ペルシア人は必ずしもペルシア語を話す民族を指していない。これは、東ローマの知識人が古代イギリシャの古典文化を尊ぶ傾向があり、周辺の異民族に対しては、 古代ギリシャ時代にその地にいた民族の名前を、あえて使用することを好んだためである。他にも、彼らは、ルーシの人々を、スキタイ人と呼んでいたりすることもある。サーサーン・アサを滅ぼしてその旧領域のほとんどを、支配するに至った、ウマイ・アーサでは、支配下に入った旧サーサーン・アサの人々を、アラビア語で、アジャミー、理解することのできない言葉を話すものを意味すると呼んだ。 アラブ人から見て、アジャミーと呼ばれる人々は、次第にイスラム教に改修し、アッパース朝の後期には、サーマーン・アッサ、ブワイフ朝などのイスラム王朝を建国した。こうした、小王朝の下では、アラビア語の文字と語彙を取り入れた、近世ペルシア語の文学が発達し、ペルシア人による自己意識が高まったとされる。この時代、彼らはアラブや別の隣人である、テュルク、 トゥーラーンに対して、自分たちをイラン、イーラーンの人であるとする自意識を持ち、イラン人、イーラーニーの自称が形成された。さらに時代が下り、ペルシア人の居住地に遊牧を主たる制御とするトゥルクの人々が入り込んでくるようになると、主に都市に住み、文化なペルシア語を操り、文筆や商業を制御とするような人々は、タジク人、タージークと自称することもあった。 遊牧民であるトゥルクは、軍人、定住民であるタージークは、文官として王朝に使え、文語の世界では、トュルクとタージークは、対比関係で捉えられた。サファビー朝以降のイラン、シャイバーン朝以降の中央アジアでは、トゥルクとペルシア人の昆虫が進み、かつては遊牧民であったトゥルクが都市に定住して、文人になったり、ペルシア人が軍人になったりすることもあった。 この時期には、サファビー朝がシーア派を国境としたのに対して、シャイバン朝以下がスンナ派に止まるなど、イラン世界で東西の二分化が進み、近代初期には、かつてのペルシア人は、イランではイラン人、中央アジアではサルトと呼ばれるようになっていた。二十世紀にイラン、ソビエト連邦が形成されると、こうして漠然としつつあったペルシア人は、 母語とする言語を主たる尺度として、再び民族として弁別されることになった。彼らは現在、イランにおいてペルシア語で、ファールシー、ペルシア人、中央アジアにおいてタジク語で、タジーク、タジク人と呼ばれている民族となっている。以下では、主に現代の日本において、歴史研究、歴史叙実で、ペルシア人という言葉が用いられるとき、それは、 各時代のどのような集団を指して用いられるかを論じる。全イスラーム期の歴史序実では、古典古代の諸言語におけるペルシア人を受け継ぎ、ハカーマニシュアサ、アカイムネス長やサーサーアンアの人々に対する民族名称として、ペルシア人が品に用いられる。この文脈におけるペルシア人は、これら、 ペルシア帝国の主要な苦い手となったパールサ地方の人々のみならず、ハッカーマニ首長やサーサーアンアサの民というような意味合いを帯びることもあり、この意味では、西方において、反独立の辺境域の人々でもペルシア人と呼ばれることがある。こうした傾向は古代ギリシャ語、ラテン語を主たる資料とするローマ帝国史のみならず、ペルシアそれ、 事体を研究するペルシア帝国史においても同様である。この事情は近代以降のヨーロッパだけではなくヨーロッパから歴史学を西洋史学として輸入した日本においても長らく同じであり、特にペルシア帝国史の専門研究の外に対してはペルシア人の養法は深く定着していると言ってよい。しかし近年は墓山に主張しサーサン調子の叙述では それぞれの帝国に関わった各集団を厳密に定義して呼び分け、全体を漠然とペルシア人ということは少なくなりつつ、ある傾向を見られる。この背景には、研究の進化や、従来の近代ヨーロッパからの東洋研究において、東洋と西洋を対一し、東洋を皮膚片的なものとして位置づける、オリエンタリズム的な視点が関わっていた子への批判の存在が指摘できる。一方、 この時代の中央アジア方面のペルシア語系の言語の和者については、従来からソグド人やイラン系といった用語が日本の歴史研究では好まれてきた。東からの視点でペルシアが叙述される際には、ペルシア人はサーサーン長地下の人々を限定的に指すことが多い。こうした東洋史研究者の要領は、 一般的な日本語における抗議のペルシア人の定着と比べると極めて対照的である。東洋種研究において漠然としたペルシア人の故障が好まれない理由しては、西法の場合と同様に抗議のペルシア人の用法がオリエンタリズム、あるいはその日本における特殊な形態であるシルクロードイメージと密接に関連するため、研究者の文脈では好まれないという背景が指摘できる。 日本において東からの視点でペルシア人を語る際には、例えば小僧院の中央アジア伝来の宝物に対するロマンチシズムと結びつき、はるかシルクロードの彼方から訪れた幻想的な人々、天平のペルシア人といったイメージが付与されがちであり、古代のペルシア人はシルクロードイメージと強く結びついてしまった。こうした古典的なシルクロードイメージは、 かつて日本で盛んであった東西交渉史研究とも関係が深いが、現在の日本の中央アジア史や中央ユーラシア史、インド史研究からは、シルクロードの序雪は中国とローマペルシア間の東西長距離交易を強調して、中央アジアを単なる通過点とする視点に偏っており、実際にはオアシス間、 南北交易も盛んであった中央アジア市の実際を誤って捕らえさせるものとする批判に耐えられなくなっている。このような事情により、現在の日本の東洋史研究では、抗議のペルシア人はほとんど使われることがなくなってしまった。木工から短期間のうちにサーサーアンアサの旧域をほとんど支配するに至ったイスラーム勢力のもとでは、 当初、サーサーアン・アサの地方行政組織が温存され、サーサーアン・アサの人々は、ゾロアスター教を信じ、ペルシア語を母語とするままイスラーム勢力の支配下に入った。初期イスラーム史で、ペルシア人と言われているのは、こうした旧サーサーアン・アサの人ある。また、アラブ人は彼らを前述したように、アジャムと呼んだが、アラビア語史料上のアジャムも、歴史叙述の上では、 ペルシア人と言い換えられることがほとんどである。アッバース朝革命でしばしば言及される。ペルシア人はこうしてアラブに対してアジャムと呼ばれたイラン高原周辺の人々であり。アッバース長期にイランで成立した諸王朝がペルシア人王朝と呼ばれるのはこれらを建国した王家がアラブではなくアジャムの羊を持っていたからである。 後の時代にこの地方の歴史の新たな担い手として、キュル力系の民族が流入してくると、歴史助実上のペルシア人は、キュルクに対して、イラン人あるいはタジク人と自称した人々を指すようになる。サファビー朝とシャイバーン朝のもとでのイラン世界の東西文化が進むと、歴史助実で使われるペルシア人は、サファビー朝地下の主にシーア派を信仰するペルシア人たちを、 限定的に指言とが増え、競技のペルシア人である、現在のファールシーに意味合いが近くなる。これに対して、シャイバーン朝以降の中央アジア方面では、タージークという記述が多くなり、中央アジアのペルシア語を語る人々を、ペルシア人と呼ぶことは、相対的に減少する。ガージャール朝の頃になると、日本語の歴史叙述ではもはや、ペルシア人という呼称はあまり用いられず、 もっぱら、イラン人となる。現代の文脈では、イラン人のうち特に民族分類上、ファールシーに属する人を特に刺したい時にのみ、ペルシア人が使われていると言ってよい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。